どうも、ヤドです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が 6.9% ということでですね、はい、今日も3試合、きっかり3試合でやっていきたいと思っております。ぜひぜひ、ご視聴いただければと思っているわけでございますけれども、さあ、お相手、どんな方でしょうか。初段の方ですね、ご機嫌な中飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、こちら先手番ということで、相手2連勝中ですね。はい。さあ、5筋の歩をついてきて、中飛車。でございます、お相手が。はい。さあ、結構考えながら相手は指してきてくれてますが。取り差し。取り差し。あれですね。向かい飛車に組み替えてきてくれましたね。さあ、これで角出てくる準備してるんで、お相手。ここ一歩ついておきますか。ついておいて、ここ風ついてくるとかだったら飛車回っちゃっていいかな。まあシンプルにね。さあ、これで、風ついてきたら銀引こうと思ったんですけど、はい。これは、一回風打って、はい。これで、ここに歩を打つメリットがあるのかどうかっていう話になってくるんですけど、桂馬跳ねられて、これ金上がるか。こんな感じにしときましょう、一回。一回ね。で、この桂馬を咎めていくっていう、そういう形にしたいので、この銀を引くというよりは、どうしたらいいんだろう。でもシンプルにここの歩ついちゃえばいいのか。それはちょっと。で、これでここに歩打って、で、これでこの歩つけば、はい。やっべえ、間違えた。角が来ちゃうじゃん。いいか。これ角が潰れてますね、お相手。角がお亡くなりになる形になりますので、で、これ角で取ってきたときに、こっち歩切れか。歩切れですか。はい。一回角打つ？これ逃げよう。銀とか打ってこれないしね。角効いてるし。で、これ角一回引けば、守りに効いてくるんで、結構問題なき形になるんじゃないかという想定でございますが。2分。これ飛車か。飛車で行くのか。銀でいったらね、ここに銀打たれちゃうから、これ角が効いてますから、これが角で、お相手うっかりですね、これはね。はい、完全にうっかり。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、あと2試合、2連勝というか3連勝、目指していきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうか。初段の方ですね、三間飛車がお得意の方ということで、やっていきたいと思います。さあ、今日も楽しく商業実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手石田流？ちょっとミスりましたか。これミスった。あれ、でもこれ、この歩取れるんじゃない？取れなかった。間違えた。何を間違えてるん？何を間違えてくれてるん？やば。純粋な銀損から始まってしまった試合が。やばい。これはまずい。これはまずいぞ。ちょ待てよ。桂馬。とりあえず角と。ちょっと片腕もぎ取られた形ですね。しょうがない。金上がっておいて、はい。相手は一応歩切れなので、歩切れをちょっと、咎めていきたいね。まあ、桂馬の頭に歩を打てればいいんですけど、ここに歩があるんで2歩になっちゃうから無理で、どうしようかなみたいな感じなんですが、2分30秒。はい。これで、王様寄っといて、金寄って、はい。これで OK でしょう。これで、ここの歩もついといて、角打たれない、桂馬。ここに銀打つか。はい。まあ、桂跳ねていきたいよね。こう来るのか。とりあえず何はともあれなっていこう。2分。何はともあれ。何はともあれで、ここの歩嫌なんで、一回ここに桂馬打つか。いいのかこれ。全然合ってるかわかんないけど。合ってる気配はしないが、まあ、とりあえずいいでしょう。で、なんだ歩打つ違うね。なんだろう。とりあえず香車もらうか。ここに香車打って、まあ、歩でもよかったか。別に叩きの歩でも香車打つ必要すらなかったか。1分30秒。怖え。うわー最悪。はい。めちゃくちゃヘボかったですね、最後。お前がゴテだ。さあ、お相手2段の方ですね。対局開始。はい。番号の月山さんアバター同士の対戦ということで、やっていきたいと思います。さあ、こちら後手番ですね。今日も今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。まあ、3連勝したいというね、夢は、儚く散っていきましたね。さあこれで銀繰り出していって角引いて端ついて王様入ってきちゃうのか。王様入ってきちゃう前に銀角交換していきたいですね。この形は銀角交換したい形。はい、これはここに角打ちたいですね。角打ちたくてたまらない。これは角出していただきましょう。まあ、ここに銀打ちとこっちの角切り、両方見ているという形ですね。はい、まあ、これはね切っていくのが定石なはず。なるほど。それでも切っていくでしょう。はい。これはかなり優勢になってると思います。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。というわけでですね、かっきり、3試合やらせていただいて、達成率の方が6.9% から 7.7% まで上がったという、形ですね、無事に達成率上がってよかったんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで、将棋ウォーズ、毎日やっておりますので、ぜひぜひ、応援していただければ幸いです。というわけで、ご視聴、ありがとうございました。対戦の方も、ありがとうございました。お相手に感謝申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。